11月、衆議院の一票の格差を是正するため、小選挙区の定数を10増10減する改正公職選挙法が成立し、現在県内に4つある衆議院の小選挙区が次の選挙から3つに減ることになりました。県内で小選挙区の定数が減るのは、小選挙区制が導入された1996年以降初めてです。新しい愛媛1区は松山市全域となり、市内で異なる選挙区に分かれていた状態が解消されます。新2区は東予の前5市長、新3区は松山市を除く中予と南予の合わせて14市長となります。中村時広知事は愛媛の定数1減に関し、それだけ地域の声が届きにくくなり非常に残念。地方分権が道半ばの中では、国会議員が地域の実情を深く理解し、声を国政に届け続けることが重要とのコメントを出しました。県内の衆議院小選挙区は現在自民党がすべての議席を持っています。愛媛2区選出の村上誠一郎氏は定数1減を受け、選挙ごとに選挙区と比例代表を交代するコスタリカ方式を利用し、次の衆議院選挙では現在愛媛3区選出の井原拓海氏が選挙区に出馬し、村上氏は比例四国ブロックに回るのが適切との意向を示していて、現職間の調整がどうなるかが注目されます。任期満了に伴う第20回愛媛県知事選挙は11月20日に投開票され、無所属現職の中村時広氏がおよそ34万票を獲得して共産党新人を大差で退け、愛媛の歴代知事で2位に並ぶ4回目の当選を果たしました。しかし投票率は 33.95% と、過去最低だった2018年の前回選挙よりさらに 5.10 ポイント下がりました。知事選挙と同じ日に投票が行われる予定だった任期満了に伴う松山市長選挙は、無所属現職の野志勝人氏55歳のほかに立候補の届け出がなく、野志氏が無投票で4回目の当選を決めました。松山市選挙管理委員会によりますと、戦後の松山市長選挙で無投票となったのは初めてです。5月にあった任期満了に伴う大洲市長選挙でも、無所属現職の二宮隆久氏67歳が無投票で再選を決めています。相次ぐ市長選挙での無投票に、有識者からは投票で有権者の意思を示す機会を奪われるのは残念との声も聞かれました。3月20日、上島町の岩木島と生名島を結ぶ岩木橋が開通し、町内の4つの島を陸路でつなぐ夢島街道が完成しました。岩木橋は町の生活基盤強化や産業活性化などを目的に県が実施した上島架橋事業の一環で、1996年に開通した湯気島と佐島を結ぶ湯気大橋や、2011年に完成した生名島と佐島を結ぶ生名橋に続き、2017年7月から総事業費およそ183億円を投じて整備をしてきました。岩木橋の完成で4島が24時間往来可能になりました。完成後、上島町内にサイクリストや観光客が増えたり、新規店舗が目立ったりするなど、地域は過強効果といえる活況を呈しています。夢島街道は10月にあった瀬戸内しまなみ街道国際サイクリング大会サイクリングしまなみ2022のコースにもなり、大勢のサイクリストが魅力を満喫しました。四国で24年ぶりとなる全国高校総合体育大会インターハイが7月23日から1ヶ月間四国4県を中心に開催されました。愛媛県ではソフトテニスを皮切りに、卓球、ハンドボール、重量挙げ、柔道、ボート、体操、空手の8競技が四国中央、新居浜、今治、松山、宇和島の5つの市で開催され、地元の高校生も積極的に大会の準備や運営を支えました。
高知県で開かれたテニスの男子シングルスで新田の小田直也選手が優勝しました。テニス競技では愛媛県勢初の快挙でした。他にもボートや重量挙げ、自転車、薙刀など多くの競技で県勢が活躍しました。新型コロナウイルスの感染拡大で一昨年のインターハイは史上初の中止となり、昨年は原則無観客での実施だったため有観客での開催は3年ぶりでした。しかし感染第7波に見舞われる中での開催となり、感染による出場辞退が相次ぐなど依然として新型コロナの影響を受けました。第167回芥川賞直木賞の選考会が7月20日に東京であり、新居浜市出身の高瀬淳子さんの作品おいしいご飯が食べられますようにが芥川賞を受賞しました。愛媛関係の芥川賞受賞は3人目で、新居浜市をはじめ県内は祝福の声に包まれました。受賞作では20代後半の男女を主人公に、職場の人間関係を食べる行為を通して描きました。高瀬さんは8月下旬に都内で行われた贈呈式で、この感謝は書き続けることでしか示せないと思っている、覚悟を持って小説に向き合い続けると力強く決意を語りました。2022年は新型コロナをはじめ、ロシアによるウクライナ侵攻や円安に伴う物価高騰など暗い出来事が続きました。来年は明るいニュースが増えてほしいですね。